皆さんこんにちは、アキ総裁のコーチです。今日はお寺さんのお布施についてですね、話せる範囲というか、私が思っていることをちょっとお話しさせていただきたいと思います。お寺さんのお布施のはですね、もうこれは広島市内で、どこの県もそうかも分かりませんけどね、相場というのがもう実在します。で、ある程度創業者の方がですね、このお寺さんというかですね、この宗派でしたら、宗旨でしたらね、浄土真宗でしたら、いくらぐらいですよとか、日蓮宗とか真言宗でしたらいくらぐらいですよというのが、大体相場というのを創業者の方が、知っておるんですね。中にはお寺さんがですね、うちはもうお世のことは口葬儀屋さんの方から言わんとってくれと、わしの方から伝えると言われるお寺さんもやっぱりおられます。これいやそんなことはまさかないじゃろうっておっしゃってるんですけど、やっぱお寺さんそれなりに考えがあってんですね。で、よくね、人によってはお寺さんが金額するいうのはおかしいじゃろうとか言われる方がおってんですけども、実は皆さんはお寺さんというのは宗教法人で税金もかからんのじゃし、で、お寺さんというのは本来普通の商売と違うんだから、そういういくらいくらいのはおかしいじゃろうとおっしゃってんです。これだけどですね、実はお寺さんお寺さんでお寺のやっぱり維持管理とかですね、お寺にやっぱり本山に対する上納というシステムがあるんですね。で、これは檀家さんとか門徒数の割合に応じてですね、実際発生はしとるのは事実なんです。で、結構そういうことをご存じないのと、それと昔ですね、私がもう若い時なんですけど、ある広島市内の、説教所と呼ばれとる、お寺の本堂と同じようなところなんです、あった時にそこの管理をされとる方が、すいません、ここでお通夜葬儀、されるんであればね、内陣のお花、仏さんにお供えしとる聖火ですね、このお花代をうちは5000円ほどお布施とは別に包んでくださいとおっしゃったんです。で、当時私まだ経験が浅かったですから、お布施があるのにそういうものが必要なんですかって言ったら、あなたね、仏さんにお供えをするのは、当然お供えするのはご当家の方からね、やっぱりそういうものを用意して来ていただくのが本当なんですよと。で、今日明日は、その方のことで仏さんに対して法恩感謝するんだから、ご当家の方にお金だけでもね、お花を持ってきてください言われると、どういうお花かわからんでしょうから、ちゃんと私の方が用意するから、一応うちでやるときには5000円のお花代を包んでくださいと、おっしゃったんです。で、やっぱり私もだんだん年をこう重ねていくとですね、やっぱりお寺の内陣のやっぱお花とかお供えのお菓子とか、やっぱりそういったものに全部お寺さんが用意されてるんです。それとかよくね、法事なんかで行かれるときに、おたくさん何月何日の法事は人数何名ぐらいお見えになられますか言われたらですね、やっぱりお寺さんも最近はおもてなしいうかですね、来られた方にお菓子を用意したりお茶を用意したりですね、そういったことをお寺の住職さんの奥さん、俗に言う浄土真宗では棒盛りという表現します、やっぱりそこまでの気遣いをしていただいたりとかですね、よく残ったお菓子を帰り際にね、これ子供さんなんかおられたら袋入れたりとか、中には返し白い紙ですね、こういうの包んでね、これ持って帰りなさいって子供さんに渡されたり、結構お寺さんもね、やっぱり檀家さん門徒さんにお気遣いをされとってんですね、見とったら。で、やっぱり葬儀の時でも、何時頃ご遺体入ってきてですかとか、で、家族の方今日は何人ぐらいおってんですか言われるとですね、やっぱりお寺さんがさりげない気遣いをされとる時によくあります。親族の方が休まれる部屋にね、お茶ポットに湯入れて、お茶の葉も用意して、で、お菓子もちょっと用意して、やっぱりそういうふうなね、お気遣いはですね、逆にお寺さんも口には出されてないですけど、やっぱりお布施をね、包んでいただくんだから、ある程度お返し、お寺さんなりにそういうこともお考えになられておってんです。で、最近葬儀場で葬儀が多いですから、なかなかそういうお寺さんと触れ合う機会というのがですね、通夜葬儀のお経だけというふうになっておりますから、なんかこうそういうお寺さんの目に見えないサービスというかですね、
そういうものがだんだん疎遠になってきておるように感じるんですけども、それと後の法要もですねされない方は結構多いんです。葬儀だけお寺さん来ていただいて、であとはもうお寺との付き合いはまあいいじゃろうと、でそういうふうにされる方も多いですから、お寺さんとの付き合いがどんどんないから、余計例えば私らがお布施の話をした時に金額だけ取られて高いのと、うん、その自分らが想像されとった金額よりもなんかこうやっぱり高い、あの上だったら人間の心理として高く感じたりするんですね。でじゃあお寺さんにお布施どのぐらい積んだらいいですかと聞くと、ほとんどのお寺さんがお気持ちで結構ですと。実はこのお気持ちいいのはですね、あのどういうことかやったら、あのやっぱお寺さんは金額が言いにくいわけです。ですから私はいつもその当家の方があのお寺さんが枕経とかこう来られた時にですね、それはそうと住職さんお布施はどのぐらい積んだらいいんですか言ったら、一瞬お寺さんがね、私らがそういう業者でって分かると、私らの方をふっと一瞬見られるんです。見られて、まあそれはまあ葬儀屋さんに聞いてくださいとか、いやお気持ちでいいですよとか言われた時には、もう私らもね、いやそのことについては後でご説明しますからと、あの事前にそういうお話はしとるんですけども、家族の方もついやっぱり葬儀の時にはふっと忘れてるんですね。あのいろんなことを考えたりしとってですから。だからお布施というのは一応ですね、例えばその宗旨宗派によってある程度決まりがあって、で私らもですね、今日のお寺さんの場合どうなんかなと、あの初めてね会うお寺さんで、例えばお寺なんかで使われる場合ですね、やっぱりどういったものをこう用意させてもらったらいいんでしょうかとか、やっぱりあの特に戒名とかそういう話になると、やっぱりこれはお寺さんの方に一応お伺いします。でお寺さんによっては戒名はうちの例えば宗旨の組織ではですね、お寺の、金額を一律こう決めとるんですと。でこういう戒名でしたらこれぐらいで、印号ですね、印という字がつくと、これはもうこのぐらいの金額はいただくようにしておりますと、はっきりお寺さんの方が申し上げます。今日は、ちょっとお寺さんのお布施についてですね、金額は申し上げませんでした。これは何でかいうと、宗旨宗派によって金額違います。それとやっぱりお寺さんによってやっぱり違う場合もあるんです。だから金額を今日は申し添えませんでしたが、お布施というのはですね、まさしく施しという字がついております。ごめんなさいね、電話が鳴りまして、ということでまたご説明をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。